素敵な景色。ここでお弁当を食べよう。これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりどんどん詰めて。やあ、僕はスマーバ、一緒に歌おう。1、2、せーの。集まれニコニコクマイル、ハートが目印だよ。これダンスダンス踊ろう、それだけでみんな僕のお友達。お弁当箱の歌、ネコルンのルンルンお弁当。大きすぎるでしょ。ついお腹いっぱい食べたくて。おい、助けてくれアリー。お、誰の声だろう。あ、おにぎりの下を見るでしょ。にゃあ、アリさん。おにぎりに挟まって出られないアリー、助けてくれアリー。うわ、ごめんなさい。ふう、ありがとうアリー。お腹がペコペコで動けなかったから助かったアリ。おお、すごく大きなお腹の音だね。いつもはお弁当箱の歌に合わせてお弁当を作って食べてたアリ。でも歌を忘れちゃって困ってたアリ。それは大変だったね。あれ、ネコルンいつもより遠くない？ごめんなさい。虫さんとはあまり話したことがなくて、その少し苦手で。大丈夫アリ、虫が苦手なお友達はたくさんいるアリ。あのねアリさん。イライラプンプンムッカムッカ、真っ黒ハートのバグリーさん。あ、こいつのせいアリ。こいつが来てからお弁当の歌を忘れちゃったアリ。この大きなおにぎりは俺がもらってやる。僕のおにぎりが。何をもらうかな。ちょっとバグリー、邪魔しないで。今は私がアリさんとお話ししてるの。ちゃんと順番を守って。おい、なんか怖くないか。バグリーのせいでしょ。俺？ねえアリさん、虫さんが苦手な私のこともお友達って思ってくれるの？もちろんアリ、今苦手なのは仕方ないアリ。だからいつか好きになってくれたら嬉しいアリ。そっか、苦手でもいいんだ。あー、またお腹が。よし、お腹ペコペコのアリさんに私がルンルンのお弁当を作ってあげる。クマーバ、バグリン、手伝ってくれるよね？はい。これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて。お弁当箱に
に。おにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、にんじんさん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、すじの通ったふーき。今度は大きな大きなゾウさんのお弁当を作ろう。これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふーき。おいしいお弁当の出来上がり、いただきます。チャンネル登録よろしくね。